第11章「生物の知識的戦維についてここで生物の知識的戦維に関するいくつかの事実と法則が種の普遍性の普通の見解とよく最もよく一致するかあるいは変異と自然淘汰による緩慢な段階的変容の見解と最もよく一致するかを見てみよう新種は陸上と水中の両方で次から次に非常にゆっくりと出現したのである ライエルは第3期のいくつかの回の場合ではこの題目に関する証拠を拒むことは到底不可能であることを示した。そして年ごとに貝の間の空白が満たされ消失形態と現存形態の間の比率がますます接近していく傾向にある。年数で数えればもちろん大昔に違いないが最近の地層のあるものでは絶滅した種は1つか2つに過ぎずまた局地的に初めて現れた新種。 あるいは我々の知る限りでは地球の表面に初めて現れた新種も一つか二つに過ぎない。第二期の類想はもっと途切れ途切れである。しかし、ブロンが述べているように各類想に埋もれている多くの種の出現と絶滅はいずれも同時に起こったのではないのである。異なる属と猛に属する種は同じ深度あるいは同じ程度に進化し変化してきたのではない。 第3期の古い本の層にも少数の現存海類が多数の絶滅形態に混じって見出される。多くのナは類似の事実の一時指令を挙げている。すなわち現存するワにはヒ,ロヒ,ヒマラヤ山脈ヒ,ラヒマラヤ山脈の堆積物において多くの絶滅した哺乳類と爬虫類の仲間入りをしているのである。シルルキの三味線海族は現存口とほとんど違っていない。しかるに、 他のののの軟体動物大大部分と全てて類は大きく変化している陸上の生物は海中の生物よりも速い振動で変化しておであり、その著しい例が水ス素スで観察された。この規則には例外があるか、序列の高い生物は低い生物よりも早く変化すると信じられる理由がある。生物変化の総量は、ピクセが述べたように、連結するいわゆる類層のそれぞれでは同じではない。しかし、任意ではあるが最も密接な関係にある類層を比較すれば、 全ての種が何らかの変化を受けていることが見出されるであろう。ある種がひとたび地球の表面から消滅したとき、全く同一の形態が再び出現するということを信じる理由を我々は持たない。この最後の規則に対する最も明白な例外と思われるのは、バランド氏のいわゆるコロニーであって、これは一時期の間古い類相の中に侵入し、その後潜在の動物層の再現を許すものである。 しかし、これらはライアルの説明、すなわち、地理的に別位の領域からの一時的移住の事例であるということで十分なように見える。以上のいくつかの事実は、ある地域の全ての生息者を突発的に、一斉に、あるいは同程度に変化させる固定した発達の法則を含まない、我々の理論とよく一致する。変容の過程は看板に違いなく、また一般に少数の種しか同時に作用を受けないであろう。 というのは、各々の種の変異性は他の全ての種の変異性と無関係だからである。このような変異または個体的差異が自然淘汰を通して大なり小なり集積され、それによって大小なるとも永久的変異を引き起こすかどうかは、多くの複雑な偶発事故、変異が有益な性質のものであること、交雑の自由、その地域の緩やかに変化する物理的条件、新しい開拓者の移住、 そして変異しつつある種の共通相手である他の生息者の性質に依存するであろう。トりイえず一つの種が他の種よりもずっと長い間全く同一の形態のままであるからといって、あるいは変化したとしてもその変化の程度が少ないからといって驚くことはない。我々は類似の関係を異なった地域の現存生息者の間に見出す。例えばマデイラの陸性海類と小種木昆虫は、 ヨーロッパ大陸における最も近辺なものとかなり違ってきているのに、海,海生貝と鳥類は普遍のままでいる。育成生物と高等な有機耐性の生物が海生生物と下等生物に比べて明らかに変化の深度が大きいことは以前の章で説明したように、高等生物がその有機的、無機的生活条件に対して一層複雑な関係にあることから多分理解することができる。ある区域の多くの生息者が変容し改良されたときに、 我々は競争の原則と生活闘争における生物と生物の間の最も重要な関係から、ある程度変容、改良されなかった形態が絶滅しがちであることを理解することができる。故にもし十分長い時間の感覚を見るならば、なぜ同じ地区における全ての種が最後には変容するのかがわかる。もし変容しなければ彼らは絶滅してしまうであろう。同じものの生因では、長く久しい時代の間における変化の平均にはおそらくほぼ同一であろう。 しかし化石に富んだ持続的な類層の集積は大量の沈殿物、新積物が進行する区域に堆積することによるので今日の類想はほとんど必然的に長く不規則に単続する時間の間隔を置いて集積されたものである。従って連続した類想に埋没している化石によって示される有機的変化の総量は同じではない。この見解からすれば各類層は新しい完全な想像を記すものではなく絶えず徐々に変化するドラマの中からほとんど偶然に取り出された。 の一度消滅した種は、たとえ有機的、無機的に全く同じ生活条件が再び出現しても決して再現することのない理由を我々ははっきりと理解することができるなぜな。なぜならば一つの種の子孫が自然界の秩序における他の種の場を満たすように適応して疑、疑いもなくこのことは複数の例に見られる。そしてそれにとって変わるということがあっても二つの形態。 旧形態と新形態は全く同一ではないに違いないからである。というのは両者はほとんど確実に別な祖先から違った形質を遺伝しているに違いないし、既に違っている生物は違った方法で変異するはずだからである。例えばもし現在の全てのクジャクバトが滅亡してしまったとしても、IQ 化が今日の品種とはほとんど区別のできない新しい品種を作り出すということは可能である。しかし、もし母種の瓦バトも滅亡したとすれば、 自然のもとでは自然祖先形態が一般にその改良思想によって置き換えられ絶滅させられると信ずべき、あらゆる理由を我々は持っているが、その場合現存の品種と全く同じクジャクバトか他の種の歯とか、もしくは何らかの他の確立された飼育バトの種族からでさえ育成されるということは信じがたい。なぜなら連続する変異はほとんど確かにある程度違っているに違いないし、また新しくできた変種はおそらくその祖先からある形質的作用を遺伝するに相違いないからである。 主の軍、すなわち族とかは、その出現と消滅において単一の種と同じ一般的規則に従い、速度と程度の代償はあっても変化する。一つの軍は一度消滅すると決して再現しない。すなわちその存在は、それが持続する限り現続的である。私はこの規則に対して若干の例外と思われるものがあることを承知している。しかしその例外は驚くほど少数で、法物、ピクテン及びウッドワードも、 全員私の主張するような見解には強く反対したのであるが、この規則の真実性を認めているほどである。そしてこの規則は正確に理論と一致する。なぜなら同じ軍の全ての種は、その軍がどれほど長く続いていたとしても、全ては共通祖先から次から次に伝わってきた変容思想になるからである。例えば、三味線外族においてあらゆる時代に連続して現れた種は、最下層のシルル層から今日まで、途切れのない世代系列によって連結されていなければならない。 我々は前省において主の全軍が時々突然に発達したように誤って見えることを知った。そして私はもしこれが実際にあるのであれば、私の見解にとって致命的でこの事実を説明しようと試みた。しかしこのような例は確かに例外であって、一般的規則としては前寺にその数を増加して、ついに軍はその頂点に達し、その後相眼全寺に減少するのである。 今ある属の中に含まれる種の数、またはある種蚊の中の属の数を太さの変わる垂直線で表し、これを種が見出される連続する地質類層を貫いて上昇させたとすれば、その線はは型において時にはす、時には鋭い点ではなく突然に始まるように誤って見えることがあろう。そしてそれは情報に向かうに従ってしばしば暫時、同じ太さを保ちながら次第に太くなり、 そして最後に、上層に至って遅くなり、種の減少と終局の絶滅を示す。ある群の種の数におけるこの前時的増加は理論と正確に一致する。なぜならば同じ族の種と同じかの族は徐々にそして前時的に増加できるに過ぎないからである。すなわち変容の過程と多数の禁煙形態の生成は必ず簡慢な前時的過程である。一つの種が最初二つをまとめ、三つの変種を生じ、これらは徐々に種に転化し、 これがまた同じ看板の歩みによって他の変種と死を生じる、等々。あたかも体重が一本の幹から分岐するように、ついに大きな軍をなすのである。絶滅について。我々は主と主の軍の消滅については、これまでのところ、不随的に述べたに過ぎない。自然淘汰の理論では、旧形態の絶滅と新しい改良された形態の形成とは緊密に結びついている。 地球の全ての生息者を連続する初時代における大変動によって実装されたのだという古い考えは極めて一般的に放棄され、エリード・ボーモン、マーチスン、ガランドのらのようなその一般的見解からはこの結論に達するのが当然であるはずの地質学者によってさえ放棄された。これに対して我々は第三期類相の研究から主と主の軍は最初ある地点から 次に他の地点から、そして最後に世界からと順を追って全時に消滅すると信じるべきあらゆる理由を持つ。しかしながらある少数の場合、例えば地球の破壊によって多数の新しい生息者が隣接の海に侵入するような、あるいは島の最後の人口のような場合には、絶滅の過程は早くなるであろう。単一の種も種の全軍も共にその継続期間は全く不当である。 先に見たように、ある軍は現在知られている最初期の生命の明け物以来、今日まで存続しており、あるものは古生代の終わる以前に消滅してしまった。何らか単一の種または単一の族が存続する時間の長さを決定する固定した法則がないように見える。種の全軍の絶滅は一般にその生成よりも緩慢な過程であると信ずべき理由がある。今もしその出現と消滅を前のように太さの変わる垂直線をもって表すならば、 その線は絶滅の進行を表示する状態においては、種の最初の出現と初期の増加を増表示する過端においてよりも、一層緩満に先が細くなっていくのが見出される。最もある場合には、第2期の終末近くにおけるアんまナイトのように、全群の絶滅が多く、驚くほど急激であったこともある。種の絶滅は最もわけのわからない神秘に進まれてきた。ある学者たちは個体が一定の長さの命を持つように、 死もまた一定の存続期間を持つものであると、持つのであるとさえ仮定した。死の絶滅について私をと共体したものもある前。私がラプラトで、マ、まあ、フツドン、女負け者、トクソドン、その他すべてごく最近の地質時代に現存の貝類と共存していた絶滅巨大動物の遺体と一緒に埋没していた馬の歯を発見したとき、私は実に驚いた。というのは、馬がスペイン人によって南アメリカに導入されて以来、 全地域で野生化し、比類のない速度でその数を増加していることを知っているので、私は見たところ、こんなにも公的な生活条件のもとで何がこれほど近い時代に以前の馬を絶滅させたのであろうかと自問したからである。しかし私の驚きは根拠のないことであった。オウン教授はこの歯が現在の馬ととてもよく似てはいるが、絶滅した種のものであることにすぐ,すぐ気づいた。もしこの馬がある程度苦笑ではあるが、現在も少く存していたとしたら、 博物学者はその貴重なことに何の驚きも感じなかったに違いない。なぜなら希少は全ての地域においてあらゆるものの莫大な数の種に付き物だからである。なぜこれこれしかじかの種が希少であるかと問われれば、我々はその生活条件において何かが不利であるからだったと答える。しかしその何かが何であるかは我々は語ることができない。仮に化石の馬が今なお希少種として製造しているとすれば、 我々は繁殖の遅い増彩も含むあらゆる他の哺乳類からの類推と、南アメリカにおける飼育場の期間の歴史から、もっと有利な条件のもとでは、それはごくわずかな年月の間に全体陸に繁殖したに違いないと考えたかもしれない。しかし我々はその増加を妨げた不利な状況は何であったか、一つの偶然であったのか、それともいくつかの偶然が重なったのか、または馬の生涯のどういう時期にどの程度それらは、それぞれ作用したのか、について語ることはできなかったであろう。 もし条件がどれほどゆっくりではあっても次第に不利になっていったとすれば我々は確かにその事実に気づかなかったであろうが化石場は間違いなく次第に貴重になってついに絶滅してしまったであろうそしてその場は他の一層に成功した競争者に奪われてしまったであろうあらゆる動物の増加が気のつかない敵対作用によって絶対ず抑制されること そしてこの同じ気のつかない作用が気象と最終的な絶滅を引き起こすのに十分であることを常に記憶していることは至って難しい。このことについての理解が非常に乏しいので、私はマストドンやもっと古い恐竜類のような巨大動物の絶滅したことを意外なこととして驚く声を繰り返し聞いた。まるでた,ただ体力だけで生活,生活闘争に勝利が得られるかのようである。しかしそれどころか単なる大きさは、オーウェンが説明したように多量の食物が必要なことから、 ある場合にはかえって絶滅を早める原因となるのである。人類がインドあるいはアフリカに居住する以前に、ある原因が現在の像の引き続き、引き続きの増加を妨げてに違いない。極めて有能な鑑定家ホークナ博士は、インドでは主として昆虫が像を絶え間なく悩まし、弱め、その増加を妨げているのだと、妨げているのだと信じて、信じている。それしてこれは、アビシニアにおけるアフリカ像についてのブルースの結論でもあった。 昆虫と吸血コウモリは南アメリカのいくつかの地方における大きな気化失速獣の存在を決定するということも確かである。我々は第3期の後期の理想において多くの場合に気象が絶滅に先行するのを見る。そしてこれは局地的全面的などちらでも人間によって絶滅させられた動物についてもそうであったことを我々は知っている。私が1845年に発表したことを繰り返していれば、主がその絶滅する前に一般に気象になることを認めるのは、 死の気象には何ら驚かないのに、その種が存在を停止すると非常にびっくりするのは、ちょうど個人において病気が死の前兆であることを認めるのと同じであり、病気には少しも驚かないが、その病人が死ぬと不思議に思い、彼は何か暴力行によって死んだのではないかと疑うようなものである。自然淘汰の理論は、各々の新編種と最終的には各々の新種が、その競争相手に勝るいくつかの利点を持つことによって生成され、維持されるという信念に基づいている。 したがって、恵みの少ない形態の絶滅はほとんど避け難い結果である。これは飼育生物についても同じことである。少し改良された新変種が生じると、それはまずその周辺の改良の少ない変種にとって変わる。大きく改良されると、ショートホーン牛のように遠くや近くに運ばれ、他の地域における他の品種の運河を占領する。こうして新形態の出現と旧形態の消滅は、自然に生成されたものでも人工的に生成されたものでも、 互いに反映し,している群ではある一定の時間内に生じた新しい主的形態の数は、ある時代においてはおそらく絶滅した古い主的形態の数よりも多かったであろう。しかし主は少なくとも最近の地質時代の間では無限に増加しなかったことを我々は知っている。従って近い時代に目を向ければ、新形態の生成はそれとほぼ同数の旧形態の絶滅を引き起こしたと信じており。 前にも説明し、実例によって霊障したように、競争は一般にあらゆる点で互いに最もよく類似する形態の間で最も厳しい。とりあえず一つの種の改良権威をした子孫は一般にもし母種の絶滅を引き起こすであろう。そしてもし多くの神経体がある一種一つの種から発生したならば、その種に最も近縁なもの、すなわち同じ族の種が最も絶滅しやすいであろう。 こうして一つの種に由来する多数の新種、すなわち新しい属は同じ間に属する古い属にとって変わるということになると私は信じる。しかし、ある一群に属する新種が別々の群に属する新種にくしめられていた場を奪い,奪い取って、これによってその絶滅を引き起こしたということもしばしばあったに違いない。もしこの成功した侵入者から多くの類型決定が発生すれば、多くの者はその場を明け渡さなければならないであろう。 そして共通に遺伝したある列島数に悩むものは一般に類言形態であろう。しかし他の変,変容改良した種にその場を明け渡した種が同じものかあるいは別位のものに属するかどちらかであっても、これら被害者の少数はある特殊な生存方向に適合したり、あるいはどこか遠隔の孤立した場所に生息していて厳しい競争を免れるところから、しばしば長い間保存されることがある。例えば第二期類相における海類の タ,大タイ族である三角海賊のある種はオーストラリアの海に生存しておりまた降臨魚類の大きな,大きなそしてほとんど絶滅した群の少数のものは今もなお我々の淡水に生息しているゆえに既に見たように一群の完全な絶滅は一般にその生息よりも緩慢な過程である古生代の終わりの山陽虫類や第二期の終わりのアンモナイトのような 前回または前目の突然の絶滅と見えるものについては、連続した類想の間にあるかもしれない、長大な時間の間激について、既に述べたことを想起しなければならない。そしてこの間劇において多くの看板の絶滅があったかもしれない。その上、突然の移住または異常に早い発達によって、新しい軍の多くの州が一区域を占領したとき、古い州の多くはそれに相当する急激な状態で絶滅したであろう。そしてこのようにして場を明け渡す形態は、普通類言のものであろう。 なぜなら彼らは同じ劣等性を共通に分有しているからである。このように単一の種と種の全群が滅亡する様子は、私の見るところでは自然淘汰の理論とよく一致する。我々は絶滅に驚く必要はない。もし驚くのであれば、それは各々の種の存在が依存している多くの複雑な偶発事項を理解していると仮想にも想像する。我々自身の想像さ、通ずしさに対してでなければならない。もし我々が各々の種を過度に増加しようとする傾向があること、 そしてある抑制作用が常に働いていること。しかし我々には滅多に資格されないことを寸時でも忘れるならば、自然界の秩序は全くわけのわからないものになるであろう。なぜこの種はあの種よりも答え数が多いのか。なぜこの種はある地域に帰化させることができ、彼種はできないのか。我々が正確に答えられるようになった時にこそ、我々はなぜある出立の種が、または種の群の絶滅を我々が説明できないかについて、驚きを感じる正当な理由を持つが、 それまではないのである。生命形態が世界中でほとんど一斉に変化することについて。確かに、古生物学上の発見の中で生命形態が世界中でほとんど一斉に変化する事実をと胸を持つものはない。例えば、我がヨーロッパの白クア類相は最も違った気候のもとにあり、鉱物のチョークそれ自体はとかけらも見いだされない多くの遠隔の地域、すなわち北アメリカ、赤道下の南アメリカ、 フゴというのは、これらの統一点では、ある地層の有機的体が白亜層のそれと間違いなく類似しているからである。同じ種が出現するというのではない、すなわちある場合に一つの種が全く同一なのではなく、それらが同じか族及び族の説に所属しており、そして時々単なる表面の彫刻のような模様といった些細な点において類似の特徴を持つのである。 その上、ヨーロッパの白亜層には見出されないで、それより上か、あるいは下の類層にある他の形態が、世界のこれらの遠隔の地点に同じ順序で見出される。ロシア、西ヨーロッパ及び北アメリカのいくつかの連続する個性大類層においても、生命形態の同様の平行現象がいく人かの学者によって観察された。ダイヤルによれば、ヨーロッパ及び北アメリカの第三期堆積物についても同様である。 たとえば旧世界と新世界に共通する少数の化石種を全く高齢の外に置いたとしても、個世界と第三界における連続する生命形態の一般的平行現象は、やはり明白であるに違いないし、それぞれの類想は容易に関連させられるであろう。しかしながら以上の観察は世界の海生動物、生物に関したものである。 同一点における陸上及び淡水の生物と同じ平行的な状態で変化するかどうかを判断する十分な資料を我々は持たない。我々は彼らが果たしてこのような変化に変化したかどうかを疑うこともできよう。もしオーナー巻物、ミロドン、マクラウケニア及びトクソドンがそれらの地質学的位置について何の報告もなしに、アプラタからヨーロッパへと運ばれたとしたら、 誰も、それらが今も全て生存している海産海流と共存していたことに気づかなかったに違いない。しかし、これらの異常な巨大動物はマストドンやヨガと共存していたのであるから、少なくともそれらが第三回の末期の一つの回の間に生きていたことは推測されたであろう。海生の生命形態が世界を通じて同時に変化したといっても、この言葉は同じ年または同じ世紀に関するものと想像してはならないし、 あるいはそれが極めて厳密な地質学的意味を持つと想像してさえいけないのである。今もしヨーロッパに現存する全ての海産動物と高新生、年数で分かれば非常に当時時代で氷河期の全部を含む、の間にヨーロッパに生存した全てのものを、南アメリカあるいはオーストラリアに現存するものと比較したならば、最も熟練した博物学者でも、ヨーロッパの今日の生息物と高新生の生息物のいずれが、 南半球のものとよく似ているかを言うことは到底不可能であるに違いない。同様にしていく人かの極めて有能な観察家は、合衆国の現存生物はヨーロッパの今日の生息物よりも、第3回の末期の間にヨーロッパに生存していたものの方に密接に関連していると主張している。そしてもしそうならば、現に北アメリカの海岸に堆積している化石層が、将来はいくらかそれより古いヨーロッパの層と同じに分類されることは明白である。 けれども、遠い将来の時代に目を向ければ、すべての最近代の海洋類を、すなわちヨーロッパ、南北アメリカ、及びオーストラリアの上部先進性、方進性、及び厳密に近代の所層は、ある程度類縁の化石遺体を持っていることと、より古い仮想の堆積物にのみ見出される形態を含んでいないことから、地質学的意味においてはまさしく同時代のものとして分類されることはほとんど疑いない。 生命形態が世界の遠く離れた諸地方において、常実の大きな意味で同時に変化するという事実は、立派な観察者であるド・ベルヌイとダルシアクの両親を痛く感動させた。彼らはヨーロッパの各地における古生代の生命形態の平行現象に言及した後、次のように復元している。もしこの奇妙な結果に心を打たれて我々が注意を切ったアメリカに向け、そしてそこに類似の現象の位置系列を発見したとしたら、これらの種の変容、絶滅、 および新種の導入は単なる潮流の変化あるいは多少局地的で一時的な他の原因によるのではなく全動物界をを幸せに一般的法則によるものであることは確かのように思われるであろう。バランド氏も正確に同じ趣旨の強力な意見を述べて実際潮流や気候やその他の物理的条件の変化をかなはだしく異なった気候のもとにある世界中の生命形態におけるこのような大きな突然的変異の原因と見ることは全く意味のないことである。 バランドが言ったように我々は何らかある特殊な法則に頼らなければならない。我々は生物の現在の分布を取り扱うときにこのことをもっと明確に知る、明瞭に知るであろう。そして様々な地域の物理的条件とそこの生息者の性質との間の関係がどんなにわずかなものであるかを見出すであろう。生命形態の変遷が世界中で平行的であるというこの大事実は自然淘汰の理論によって説明できる。新種は旧形態に勝るある意見を持つことによって形成される。 そしてそれらの地域で既に優勢な形態あるいは他の形態に勝るある利点を持つ形態は最も多数の新変種あるいは初期の種を生み出す。我々はこの題目についての明確な証拠を植物について持っている。植物では優勢なものすなわち最も普通で最も広く拡散しているものが最も多数の新変種を生成する。また既に他の種の領域にはある範囲まで侵入した優勢で変異しつつある遠くまで広がった種は さらにもっと広がり、新しい地域で変新しい変種や死を生じる最も良い機会を持つということも自然である。この拡散の過程は気候や地理上の変化に依存し、不可解な偶然に依存し、また彼らが経験しなければならない、さまざまな気候に対する新種の前時的循環に依存するので、しばしば非常に緩慢であろう。しかし時が経つうちに、優勢な形態は一般に拡散に成功し、結局優勢となろう。拡散はおそらく連続した海の海産性動物、 海産生息物よりも分離している大陸の陸産生息物の方が看板であろう。故に我々は実際そうであるように、海産物より陸産物の方が変異過程における平行の度合いに厳密さが少ないことを見ることができるであろう。私の見るところでは、こうして同じ生命形態が世界中で平行的な、そして広い意味で同時的な変異過程を持つということは、新種が広く分布し変異する,変異する。 優勢の種によって形成されたという原則とよく一致するこうして生じた新種は既に優勢であったその祖先にも勝りまた他の種にも勝るある理程を持っているためにそれをそれ自身優勢でありしたがってますます広がり変異しそして新しい形態を生成するのである打ちまかされて将よりをえた新しい形態にその場を明け渡す旧形態は一般にある劣等性を共通に遺伝する類縁の群であろう それゆえ改良された新しい部分が世界中に広がりにつれて、旧群は世界から消滅する。そして形態の変異過程は、最初の出現と最後の消滅の両者において至るところで対応する傾向を持つ。なお、この時代に関連して述べておく価値のあることが一つある。私は化石に富んだ大きな類想は大抵沈行の期間に近接したこと、そして化石に関する限りでは、長期にわたる空白の感激は、解消が静止していたから隆起しつつあった期間に、 また同様に鎮積物が生物遺体を埋没し保存するのに十分な音速やかに沈殿しなかった期間に生じたことを信じる理由を挙げたこれらの長い空白の間劇の間に各地方の生息物はかなりの量の変容と絶滅を受けまた世界の他の地方からの盛んな移住があったものと私は想像する我々は大きな区域が同じ運動によって作用されると信ずべき理由を持っているから 厳密に同時代の類想がしばしば世界の同じ地方の非常に広大な面積にわたって集積したことは確からしい、しかし我々はこれからが常にそうであったとか、また同じ区域が常に同じ運動によって作用したとかいう結論を下す権利をどこにも持っていない。二つの類想,想が二つの地方で、正確に同じではないがほぼ同じ時代の間に堆積したとき、我々は前の諸説で説明した原因によって、 両者に生命形態の同じ一般的変遷課税を見出すであろう。しかし、種は正確には対応しないであろう。というのは、一つの地方では他の地方においても、よりも変容、絶滅及び維持のための時間が多かったからである。私はこのような種類の事例がヨーロッパにあるのではないかと思う。プレストウィッチ氏は、イングランド及びフランスの指針と堆積物に関する市の立派な研究報告において、両国の変遷する会の間に、 一節の一の般的並行を引きき出すことができたしかし市がイングランドのある海をフランスのそれと比較する場合両者において同じ,同じ族に所属する種の数に奇妙なエッジが見出されるにもかかわらず州そのものは違うのであってその違い方は2つの区域の近さを考えると実際もし1つの地域が別居ではあるが同時代に存在した動物層の住んでいた2つの海を隔てていたと仮定するのでなければ説明が非常に困難なのである。 ライエルは後期の第三期累層になるものについて同様の観察を行った。バランドもまたボヘミアとスカンディアナビア,アの変遷するシルリア系堆積物に著しい一般的平行なることを示している。しかしやはり主には驚くほどの量の差異を見出している。もしこれらの地方におけるそれぞれの累層は正確に同じ時代の間に堆積したのでないならば、ある地方の累層はしばしば他の地方の空惑な感激に対応する。 そしてもし両方の地方において種がいくつかの理想の集積の期間とそれらの間の長い時間の間劇を通じて徐々に変化し、変化し続けたとすればこの場合二つの地方におけるそれぞれの理想は生命形態の一般的変遷に一致して同じ順序に配列されたであろうそしてその順序は厳密に平行であるかのように誤って見えるであろうしかしやはり種は二つの地方における外見状態を対応する会において全く同じではないであろう 絶滅種相互の類縁性と現存形態の類縁性について。さて、絶滅種と現存種の相互類縁性に注目,注目しよう。すべては少数の大きな網の,網の中に収まる。そしてこの事実は世代継承の原則によって直ちに説明される。ある形態は古ければ古いほど一般の規則として現存の形態と相違する。しかし、バックグラウンドがずっと以前に述べたように、絶滅種はすべて今もなお存在する群の中か、 あるる。いはそれれの中間に分明される絶滅した生命形態が現存の俗か、大いに多くの間の感激を満たすと助けになることは確かに真実である。しかし、この申し立ちはしばしば無視され、あるいは否認さえされてきたもので、この時代について若干の説明をしまたいくつかの実例を挙げるのは、後を得たことであろう。もし我々の注意を同じもの現存種か絶滅種のどちらかに限るならば、その系列は両者を一つの一般的体験に組み合わせた場合よりもはるかに不完全である。 応援教授の書いたものの中には絶滅動物に対して用いられる一,か一般化した形態という表現が頻繁に出てくる。また、明石の書いたものには予言的または総合的な型という表現が出る。そして、これらの語はこのような形態が実際には中間的または連結的な和であることをほのめかしている。もう一人の著名な古生物学者ゴードリー氏は死がで発見した化石本流類の多くが原存続の 間の感激を見るのに役立つことを最も際立った手法で示した。キュビエは、半数類とコーヒー,ーヒ類を、守哺乳類の最も別位の目の復活として分類した。しかし、非常に多くの化石の連結感が掘り出されたので、オーエンは全体の分類を変更しなければならなくなり、あるコーヒー動物を半数,半数動物と同じ暗木に入れた。例えば、彼は豚とラクダの間の味覚上、広い感激を前置的移行によって解消する。 幽霊四則獣は現在幽霊類と規定類に分けられている。しかし南アメリカのマグラウケニアは、ある程度までこれら2つの大きな類を結びつける。ヒッパリオンが現在の山とある古代の幽霊形態の中間になることを否認する人はあるまい。哺乳類の連鎖における驚異的な連結感は、南アメリカのテポテリウムであって、これはジェルベイの教授によって、それに与えられた名前の示す通りである。 これは現存のどの目にも入れられていない。怪牛類は、哺乳類の非常に特異な一群を成していて、現存の呪言及び怪牛における最も一印特性の一つは、後ろ足が全く欠けていて痕跡さえないことである。しかし、絶滅したハリテリウムは、フラワー教授によれば、骨盤におけるはっきりした輪郭を持つ関節、こう、関節間に関節接合している。骨化した大腿骨を持っていた。 こうしてこれ、それは、怪牛が他の点では類縁関係にある通常の有底四則順にはいくらか近接する。芸類は全ての他の哺乳類とはなはだ違っているけれども、若干の悪物学者によって独立の一目をなすものとされている第三期の幻鯨とスクアロドンは、博クス教授によってお互いもなく芸類であり、彗に食に来る家の連結感を構成するものと考えられている。 鳥類と爬虫類の間の広い感激でさえ、一方ではダチョウと絶滅した死蝶により、他方では恐竜類、あらゆるいは陸性爬虫類中最も巨大なものを含む群の一つであるコンプソグナツスによってより全く思いがけない方向で部分的に橋渡しされることが上記の博物学者によって示された。無脊椎動物については並ぶもののない高い権威者であるバランドは、 5世代の動物は確かに現存の軍の中に入れられるのであるが、この古い時代には諸軍は今日のようには犯然とは分離していなかったということを日々教えられていると断言している。若干の著述家たちは何らかの絶滅種または種の軍をどれ,だどれか2つの現存種、または種の軍の中間のものとみなすことに反対している。この後がある絶滅形態はそのあらゆる形質において直接に2つの現存形態または 軍の中間にあるという意味ならば、この反対もおそらく正当であろう。しかし自然分類では多くの化石種は確かに現存種の中間に、そしてある絶滅族は現存族の中間にあり、別位の下に属する族の中間にさえ一致している、最も普通の場合、特に魚類と爬虫類のような非常に離れた群に関しては、仮にそれらが今日,の本日20の形成によって識別されるとすると、 古代のものはそれよりいくらか少ない数の形質によって区別されるように見える。従って2つの群は以前には現在よりもいくらか相互に禁じしていたのである。形態の古いものほどその形質のいく,いくつかが現在大きく分けられている群を互いに結びつける傾向を持つということは普通に信じられている。この見方はもちろん地質時代の経過の中で多くの変化を受けてきた軍に範囲を限定しなければならない。 そしてこの命題の真実性を証明することは困難であるに違いない。というのは時々レピドレシン、レピド試練のような現存動物でさえ、異常に離れた軍の方に向かう類型性を持つことが発見されるからである。とはいえ、もし古代の爬虫類と両生類、古代の魚類、古代の統測類、及び死神性の哺乳類を同じものをもっと近代の繊維と比較するならば、我々はこの見方に真理があることを認めなければならない。 以上のいくつかの事実と推論がどこまで変容を伴う継承の理論と一致するかを見よう。この主題はいくらか複雑であるから、私は読者に第4章の図に戻ってもらうことを願わなければならない。番号のついたイタリックの文字は属を表し、そこから分岐する点線はそれぞれの属の種を表すものと仮定しよう。この図はあまりに簡単すぎて、極めて少数の属、極めて少数の種しか挙げられていないが、それは我々にとって重要ではない。 水平線は連続する地質リスを表し、一番上の線の下のすべての形態は絶滅したものとみなされる。三つの現存、三つの現存属 A14、Q14、P14 は一つの小さい蚊を形成し、P14 と F14 は近縁の顔または赤を。O14、E14、M14 は第三の蚊を形成する。これらの三角は、 祖先形態 A から分岐するそれぞれの系統線の上の多くの絶滅族と合わさって一つの木を形成するであろう。なぜなら全てはそれらの古代の祖先からあるものを共通に遺伝してきたからである。この図によって前に霊称した形質の分岐への連続的傾向の原則から、ある形態は新しければ新しいほど一般にその古代の祖先からもっと相違しているであろう。これによって我々は最も古い化石が現存形態と最も違っているという規則を理解することができる。 けれども、形質の分岐は必然的なものと想像してはならない。それはもっぱら一つの種からの子孫が、これによって自然界の秩序において多くの違った場を占有できるということにかかっている。それゆえ、あるシルルキの形態の場合に見たように、種がわずかに変わった生活条件に関連してわずかに変容し続け、そしてそれにもかかわらず、長大な期間を通じて同じ一般的特性を保持するということも十分可能なのである。これは図において、文字 F14 で表されている。 A に由来する全ての絶滅と現世の形態は前日のように一つの目を形成する。そしてこの目は絶滅と形質の分岐の専続的効果により、いくつかの赤と下には分かれてきたのであって、それらのあるものは異なる時期に滅亡し、またあるものは今日まで続いたと想像される。この図を見てわかることは、もし連続する類想に埋まっていると想定される絶滅形態の多くがこの等の下方のいくつかの点で発見されたならば、 一番上の線にある三つの現存の蚊は相互の独自性が少なくなるに違いないということである。例えば、もし属が A1、A5、A10、F8、M3、M6、M9 が発掘されたならば、右の三蚊は非常に密接に連結されるので、それらは多分、半数類とある抗非動物について起こったのとほぼ同じ状態で、一つの大きな蚊に統合されなければならないである。とはいえ、三つの蚊の現存、 現存族をこうして結び合わせる絶滅族を中間者とみなすことに反対した人も部分的には正しかったとしてよいである。なぜならこれらは直接にではなく、ただ多くの大きく異なった形態を通しての、まあ、長い周りに位によって中間者であるに過ぎないからである。もし多くの絶滅形態が中央部の水泳線、すなわち地質類相の一つより上、例えば4の上で発見されるが、 この線から下では一つも発見されないとすれば、二つのか、左側にある A14 と B14 だけが一つに統合されるはずである。こうして二つの蚊が残り、それらは化石の発見以前よりも相互の独自性が少ないに違いない。同様にもし最上線における八つの属、A14 から B14、M14 までが可能なる。三つの蚊が互いに六つの重要な形質によって相違していると仮定すれば、四と記された時代に存在したかは、 確かにも,もっと少ない数の形質によって互いに相違していたであろう。なぜならそれらはこの継承の早い段階ではそれらの共通祖先からの分岐の程度が少ないからである。こうして古代の絶滅族はしばしば形質上、多かれ少ながらそれらの変容室をまたは冒系親族の中間者であることになる。自然の下ではその過程は図に表さ,表されているよりはるかに複雑になっているであろう。なぜなら軍の数がもっと多いからである。 それらの持続期間時間は極度に不当な長さであり、そしてその変容も様々であろう。我々は地質学的記録の最後の一環を、しかも非常に途切れ途切れの状態で所有しているに過ぎないから、我々には稀な場合を除き、自然分類法における広い感激を満たし、それによって別位の間、または木を統合することを期待する権利がない。我々が期待する権利を持つのは、基地の地質自体の範囲内で多くの変容を受けた軍が、 古い流子において相互にわずかな接近を示すはずだということ。従って古い繊維はそれぞれの形質のいくつかで同じ群の現存の繊維よりも相互の差異が小さいはずだということである。そしてこのことは我々の最高の古生物学者の一致した証言ではしばしばその通りなのである。こうして変容ともなう継承の理論によって、絶滅した生命形態の相互類縁と現存形態との相互類縁に関する主な事実は十分に説明される。 そしてこれはただどんな見解によっても全く説明できないのである。この同じ理論により、地球の歴史におけるある一つの大きな時代を通じて、動物層は一般的形質においてそれに先立つものと続くものとの中間にあることは明白である。こうして図における系統の第6の大きな段に生存した種は、第5段に生存したものの変容子孫であり、第7段でさらに一層変容したものの先祖である。 だがってこれそれでは形質上上下の生命形態のほぼ中間でないということはほとんどありえない。我々はしかし若干の先行形態の完全な絶滅と、ある一つの地方では他の地方からの新形態の移住、そして連続する類層の間の長い空白の間劇における大量の変容を考慮していなければならない。これらの許容範囲を条件とすれば、各々の地質自体の動物層は形質上先行と後続の動物層の中間にあることは疑えない。 一つの実例を挙げるだけでことたるよう。すなわち、デボン系の化石はこの系が最初に発見された時に直ちに古生物学者によって、形質上上層の石炭系と下層のシルル,シルル系の化石の中間にあることが認められたのである。しかし、時間の様々な感激が連続する類似を経過したのであるから、各動物素は必ずしも正確に習慣ではない。 各時代の動物層が全体として形質上先行と後続の動物層のほぼ中間にあるという説の真実性は、ある族がこの規則に対する例外を提供するという意義によって実際上少しも傷つけられるものではない。例えばマストドンとゾウの種は、ホークの博士によって2つの系列、第一にはそれらの相互類言により、第二にはそれらの存在の時代によってに配列されたとき、その配列が一致しないのである。 形,式形質上極端な種が最古のまたは最新のものではなくまたは形質上中間のものが時代の中間にあるのでもないしかし仮にこの場合と他の同様の場合において種の最初の出現と消滅の記録が実際にはそんなことはないが完全であったとすると我々は次々に生成される形態が必ずそれに相当する時間の長さだけ存続すると信ずべき理由を持たない 非常に古い形態が時折他の場所でその後に生産された形態よりもずっと長く続いたかもしれない。特に離れた地区に住む育成生物の場合には可能性が大きい。大型動物に対して小型動物のことを考えてみると、もし飼育場との主な現存と絶滅の品種を類縁の順に配列したならば、この配列はそれらの生成の時間の順序と密接には一致せず、それらの消滅の順序とはもっと一致しないだろう。 ななぜなら元素,元素のカーラバトは今も生存しており、カーラバトと伝書トとの間の多くの変種は絶滅した。そして背の長さという重要な形質において極端な状態にある伝書トは、この点において系列の反対の端にある単眼宙返りバトより早く生じたからである。中間の類層からの生物の一体は、形質上ある程度中間的であるという説と密接に結びつくのは、 連続する一つの類層からの化石は、二つの遠くに隔たった類層からの化石よりも、相互の関係がはるかに密接であるというすべての古生物学者によって適切された事実である。ピクテは周知の一例として、アクアルイのいくつかの階層からの生物の遺体が、種は各階層ごとに別異であるにもかかわらず、一般的に類似していることを挙げている。これが一般的であるために、この事実だけでピクテ教授はその種の普遍性の信念に同様を引きたしたら立ちたらしい、 地球上の現存史の分布に精通している人は密接に連続している水槽における異なった種が緊密に類似していることを古代の空気の物理的条件がほとんど同じ状態のままであったことで説明しようとはしないであろう。生命形態が少なくとも海に生息する生命形態が世界中で従って最も異なる気候と条件のもとでほとんど同時に変化したことを思い出す。そう。全氷河期を含む高新生の間の気候の驚くべき変動を考慮し、 そして海の生息物の種的形態の受けた影響がどんなに小さかったかに注目しよう。継承の理論に立てば密接に連続する類層からの化石遺体が別位の種として分類されるにもかかわらず、緊密に関連していることが十分な意味を持つことは明らかである。各類層の集積はしばしば中断され、類層の連続の間に長い空白の間隙が介在したのであるから、我々は前省で示そうとしたように、ある一つあるいは二つの類層において、 これらの時代の最初と最後に現れた種の間に全ての中間的変証を見出すことを期待してはならない。しかし我々は年数で分かれば非常に長いが実質学的には普通の長さに過ぎない感激の後で、密接に類縁な形態あるいはある学者たちの呼ぶように多様類似の種を見出すはずである。そして確かにこれらは見出されるのである。手短に言えば我々は主的形態のゆっくりしたほとんどを知覚できないような変異について、当然期待して良いような証拠を見出すのである。 現存形態と比較した古代形態の発達状態について。我々は第4章において成熟に達した時の年齢生物における部分の分化と特殊化の程度は、それらの完成または高さの程度の最良の基準になることを見た。我々はまた部分の特殊化は各生物にとって有利であるから、自然淘汰は各生物の生態構造をより一層特殊化し、完全にし、そしてこの意味でより高等なものにする傾向があるということに見た。 もちろん単純に改良されない構造を持つ多くの生物を単純な生活条件に適合したままで放置し、ある場合には生物体を対価または簡略化することもないとは言わないが、しかしやはりこのような対価した生物も、それられの新しい生き方に一層よく適合しているのである。もう一つのもっと一般的な方法は、侵襲が彼らの先祖より勝ったものになることである。彼らは生活闘争において強力な競争相手である全ての旧形態を打ちまかさなければならないのである。 それゆえ我々は次のように結論をすることができる。もしほとんど同じ気候のもとで世界の死神性の生息物が、原動の生息物と共存する状態に置かれたならば、前者は後者によって打ちまかされ絶滅するに違いないし、同様に第二期の形態は新神性のものに、補正材のものは第二期のものに打ちまかされ絶滅するに違いない。したがって生活闘争に勝利を得たというこの根本的な検証により、同様に期間の特殊化の基準により、 自然淘汰の理論上近代の形態は古代の形態よりも高等であるはずである。実際にそうであろうか。大体数の個性物学者の答えは肯定的であろう。そしてこの答えは証明は困難であるけれども、真実として認められなければならないように思われる。ある安息漏類,類が極めて遠い地質自体からわずかしか変容していないこと。また、ある陸性と淡水性の 海類が知られている限りでは最初の出現の時以来ほぼ同じ状態で留まっていることは、この結論に対して有力,有力な意義ではない。有効虫類がカーペンター博士の主張したように、ローレンシアーに遡ってさえ、生物体として進歩していないということは克服し難い困難ではない。なぜなら、ある生物は簡単な生活条件に適合したままで留まっていなければならず。 実際、過等な生態構造の原生動物よりも、この目的によく適,した適合したものがあるだろうか。常実のような意義は、私の見解が生物体の進歩を必然的条件として含んでいたならば致命的だろう。同様に、例えば上機の有効中流がローレンシア製の間に、あるいは上機の安息類がカンブリア類層の間に初めて出現したことを証明することができたとしたら、やはり致命的だろう。 なぜならこの場合には、これらの生物がその当時到達していた標準にまで発達する十分な時間がなかったからである。自然淘汰の理論の上では、ある与えられた点まで進歩したとき、彼らがそれ以上に進歩を続ける必要はないのである。もっとも彼らは、各々の専続する時代の間、彼らの条件の軽微な変化に関連して彼らの場を保持できるように、軽度に変容しなければならない。上述する意義の等々は、どんなに世界が広く、 またどの時代に主人の生命形態が初めて現れたかを我々が本当に知っているかどうかにかかっている。そしてこれはおそらく十分に反論できるであろう。生物体が全体として進歩したかどうかという問題は多くの点で極度に複雑な問題である。すべての時代に不完全な地質学的記録は世界の基地の歴史の範囲内で生物体が著しく進歩したことは間違いのない、明瞭さで示すのに十分なほど古代まで遡っていない。 今日でさえ同じものの繊維を比べた場合、博物学者はどの形態を最高のものとして位置づけるべきかについて意見が一致していない。例えば、ある学者は軟骨魚類、すなわち、サメ類を、それらが構造の若干の重要な点で爬虫類に近似しているところから最高の魚と見なし、他の学者は甲骨魚類を最高と見なす。降臨魚類は軟骨魚類と甲骨魚類の中間にある。放射が今日では数,で数において大いに優勢である。 しかし以前には軟骨魚類と後輪魚類だけが存在した。そしてこの場合、高さの基準の選び方によって魚類は生物体として進歩したとも逮捕したとも言える。別位の方の繊維を高さの序列で比較しようとするのは見込みのないことのように思われる。高イカが三バチ。偉大なフォンベールが実際型こそ違うが、魚より高等な生態構造を持っていると信じた昆虫より高等であるかどうかを誰が決定できようか。 生活のための複雑な闘争においては、自分が属する網の中ではそれほど高等ではない甲殻類が、最高の軟体動物である闘足類を打ち負かすということも十分信じられる。そしてこのような甲殻類は高度に発達したものではないが、もし全ての試練の中で最も決定的なもの、戦いの法則によって安定すれば、無脊椎動物の序列の中で非常に高い位置を占めることになろう。どの形態が生物体として最も進歩しているかの決定についてのこのような本来的な困難の、 他に、我々はある二つの時代の一つの猛の最高の繊維だけを比較しなければならないのではなく疑いもなくこれは比較考慮の算出における一つのそしておそらく最も重要な要素ではあるが我々は二つの時代における高す全ての繊維を比較しなければならないのである古代には最高と最低の偽軟体動物すなわち等足類と湾足類はおびただしい数に上った 現在では両群は大いに減少し、その代わり生物体として中間の他のものが非常に増加した。従ってある博物学者は軟体動物は以前には現在よりも高度に発達していたと主張する。しかし反対の立場から一層有力な立証がなされる。すなわちそれは湾足類の非常な衰退と現存の等足類が数は少ないけれどもそれらの古代の太陽類類類実種より高い生態構造を持っている事実の考察によってである。 我々はまたある二つの時代において世界中の高等なのと過等なもの相対的比率を比較しなければならない。例えばもし今日5万種類の積水動物が存在し、そして昔のある時代には1万種類しか存在しなかったことが分かったとすれば、我々は過闘な形態との大量の置き換えを意味するこの最高のもの数の増加を世界の生物体における決定的な進歩とみなさなければならない。こうして我々はこのような極度に複雑な関係のもとで、 連続する時代の不完全にしかわかっていない動物層の生態構造の基準を完全に公平に比較することがいかに絶望的な困難であるかを知る。我々はある現存の動物層と植物層に注意することによってこの困難を一層も明白に図を察知するであろう。ヨーロッパの生物が最近ニュージーランドに広がって以前には土着の生物によって占められていたはずの場を奪い取った驚くべき状態から見て、 我々はもし英国の全ての動植物がニュージーランドに放た,放,た放たれたならば、多数の英国の形態が時を経つにつれてすっかりそこに帰化し、土着の多くを絶滅させると信じなければならない。これに対して南半球の生息物がヨーロッパのどの地区にでもほとんど一つとして野生になっていない事実から、我々はたとえニュージーランドの全ての生物が英国に放たれたとしても、果たして相当数が 現在、我々の到着の植物と動物によって占められている場を奪い取ることができるかどうかを十分疑うことができる。この検知からすれば、英国の生物はニュージーランドの生物よりも序列においてずっと高等である。それにもかかわらず、最も熟練した博物学者でも2つの国の種の調査から、この結果を予測することはできなかったであろう。アガシと他の幾人かの非常に有能な鑑定家は、古代の動物は同じ門に属する現世の動物の肺にある程度似ていること、 そして絶滅形態の地質学的繊維は現存形態の肺発生とほぼ平行していることを主張している。この研究は実に見事に我々の理論と一致する。後の章で私は生体がその肺と違っているのは変異が初期段階でない時に発生し、それに対応する生成長期に遺伝したためであることを示すであろう。この過程は肺をほとんど不変のままにしておくが、生体には世代の経過とともに絶えずより多くの作業を付け加える。こうして肺は、 事前によって保存された昔の変容の少ない状態の種の一種の画像として残されることになる。この見解は真実であろうが、しかし証明することは決してできないであろう。例えば、基地の最古の本により、発注類、および魚類が、それらの古い形態のあるものでは、今日の同じ軍の典型的生員よりも、相互の差がいくらか少ないけれども、やはりそれらの固有の門に、兼滅に所属しているのを見れば、 セクシー動物に共通の発生学的形質を持った動物を求めることは、もう最下のカンブリア系地層のはるか下に化石に富んだ層が発見されるまでは、このような発見の機会は小さい、無駄であろう。第3期後期の間の同じ区域内における同一系の変遷について、クリストフ氏はだいぶ以前にオーストラリアの洞窟からの化石哺乳類が、 同じ大陸の現存乳泰類と密接に類縁になることを示した。南アメリカでも同様の相関関係がラブラッタのいくつかの地方で見出された。ア,ラムアルマジロのような鎧の巨大な破片は訓練を受けていない人間の目にさえ明らかである。またオーウェン教授はそ,れにそこに埋まっている化石哺乳類の大抵なものが南アメリカの方に関連していることを最も際立った方法で示した。 この相関関係はランとクローザンの用紙によってブラジルの洞窟で行われた化石骨の驚くばかりの収集を見ればもっとはっきりする。私はこれらの事実に深く心を動かされた結果、1939年と1845年に、この型の変遷の法則、同じ大陸における死滅したものと現存のものとの間の驚くべき相関関係を主張した。オーエン教授はその後、旧世界の本流類に同じ概念を拡張した。 我々はこの著者のニュージーランドの絶滅した巨匠の菊原図で同じ法則を見る。我々はまたブラジルの洞窟の鳥類でもそれを見る。ウッドワード氏は同じ法則が海産海類にも当てはまることを示したが、大抵の軟体動物は分布が広いので、これ,でこれらではよくわからない。マデイラの絶滅と現存の陸産海類の間の関係、またアラルカスピ海での絶滅と現存の半円水産海類の間の関係のような他の事例が付け加えられよう。 さて、同一地区域内における同一系の変遷というこの注目すべき法則は何を意味するのであろうか同じ意図のもとにあるオーストラリアと南アメリカの各地の現在の気候を比較した後に、一方では物理的条件の違いによってこれら二大陸の生息物の違いを説明しようとし、他方では条件の同時性によって第三期の後期の間の各大陸における同一系の一様性を説明しようとする人があれば、それはズーズーシフトであろう。 また、有体類が主にあるいはもっぱらオーストラリアにだけ生成されたのだとか、品種類とか他のアメリカが系が南アメリカだけに生成されたのだとかいうことを、上の法則であると主張することもできない。なぜならば我々はヨーロッパに昔多数の有体類が住んでいたことを知っているからである。また、私は前に引用した出版物の中で、アメリカでは陸性哺乳類の分布の法則が昔と今とでは違っていたことを示した。 北アメリカでは以前にはその大陸の南半分の現在の形質を強く分け持っていた。そして南半分は以前には現在よりも北半分と一層禁煙であった。同様にして我々はフォークなおよびコートリーの発見により、北部インドが以前には現在以上にその哺乳類においてアフリカに密接に関連したことを知っている。掃除の事実が海産動物の分布に関して挙げられよう。変容を伴う継承の理論に立てば、同一区域内の同一系の 普遍ではないが長く続く変遷の大法則は直ちに説明される。なぜなら世界の各地帯の生息物は、明らかに次に続く時代の間にその地帯へ、ある程度変容してはいるが、密接な類縁性を持つ子孫を残す傾向を持つからである。もし一大陸の生息物が昔他の大陸の生息物と異常に違っていたとすれば、それらの変容子孫もやはりほぼ同じ状態と程度で違っているであろう。しかし、非常に長い時間の感激の後と、 多くの移住を可能にする大きな地理的変化の後には、巨弱なものは優勢な形態に屈服することになり、生物の分布には何ら不変なものは存在しないだろう。昔南アメリカに住んでいた女モノと他の類似の巨大動物が、ナマモノアルマジロ及びオオアリクイを彼らの退化した子孫として後に残したと私が想像しているのかどうかを、調笑のうちに質問する人がある,とあるかもしれない。こんなことは寸事も認められるはずがない。 これらの巨大な動物は完全に絶滅して子孫を残さなかったのである。しかしブラブジルの洞窟には南アメリカに今も生きている種と大きさや全ての他の形質において密接に禁煙である多くの絶滅種がある。そしてこれらの化石のあるものは現存種の実際の先祖であったかもしれない。忘れてはならないことは我々の理論では同じ族の全ての種はある一つの種の子孫であるということである。 したがって、もし、各々の8つの種を持つ6つの属がある地質類相に発見され、そしてそれに続く類層には各々同数の種を持つ6つの別の類縁の、あるいは対応類似の種属があるとすれば、我々は次のように結論してよい。すなわち、一般に古い属のそれぞれ1つの種だけが、いくつかの種を含む新しい属を構成する変容した子孫を残したのであって、各々の古い属の他の2つの種は死滅し子孫を残さなかったので あるいはこの方がはるかに普通の場合であろうが、6つの古い属の中の2つあるいは3つの属における2つあるいは3つの種が、新しい属の祖先となり、他の種や他の古い属は全く絶滅したのであろう。南アメリカの品種類の場合のように、属と種の数が減少し衰退していく目では、変容した血縁の子孫を残す属と種はさらに少数である。前お及び本書の適用。 私が示そうと試みたのは次のようなことである。すなわち、地質学的記録が極めて不完全になること。地球のほんの一部分だけが地質学的に注意して動作されたに過ぎないこと。生物の一部の網だけが化石状態で豊富に保存されたこと。我々の博物館に保存されている標本の数と種の数は、いずれも一つの類想の間に過ぎ去ったはずの世代の数に比べてさえ、全く無に等しいこと。多種類の化石種に富み、かつ将来の博、 作白作用の後まで残るほど、十分に厚い堆積物が集積するためには、鎮光がほとんど必然であるので、我々の連続する類想の大部分の間には長い時間の感激があったはずであること。鎮光の期間にはおそらくより多くの絶滅があり、隆起の期間にはより多くの変異があり、そして後者の期間には記録が最も不完全に保存されたということ。それぞれの単一な類想は続けざまに堆積したのではないこと。 各類相の持続期間はおそらく種的形態の平均持続期間に比べて短いこと、ある一つの区域と類相に新形態が最初に現れるには移住が必要な役割を演じたこと、広く分布している種は最も頻繁に変異し、また最も変頻繁に新種を生じた種であること、変種は最初局地的であったこと、そして最後に各々の種を多くの過渡的段階を置てきたに相違いないのであるが、各々が変異を受けた期間は年数で測れば最長大であるにしても、 お々のが不変の状態で留まった期間に比べればおそらく短かったということ。である、これらの原因を一緒にすれば多くの連結感を見いだしてはいるのだが、なぜ全ての絶滅と現存の形態を最も微細な前自的移行段階によって結び合わせる中間的編集を見いださないかは、大部分説明されるであろう。なお、常に念頭に置かなければならないことは、2つの形態の間にある連結的な編集が見出されるかもしれないが、それを全体の連鎖が完全に復元されない限り、 新ししいい別位の主とととて位置づけられるるででああろうということであるなぜなら我々は種と変異を識別する確かな基準を持っているとは言えないからである。実質学的記録が不完全であるという見解を受け入れない人は当然理論全体を受け入れないであろう。なぜなら彼は同じ大きな類層の連結する階層に見出された禁煙のあるいは多様類似の種を以前は連結したに違いない無数の型的連結感はどこにあるかと尋ねても無駄であるからである。 彼は我々の連続する理想の間に経過したはずの、長大な時間の感激を信じないであろう。彼はある一つの大きな地方、例えばヨーロッパの類想を考察するとき、移住はどんなに重要な役割を果たしたかを見逃すであろう。彼は主の全軍の外見上の、しかししばしば誤ってそう見える、突発的出現に固執するであろう。彼はカンブリア系が堆積するはるか以前に存在したはずの未数の生物の遺体はどこにあるかと尋ねるであろう。 我々は今日少なくとも一動物が当時存在していたことを知っている。しかし私はこの最後の問いには次のように想定することによってのみ答えることができる。すなわち太陽は現在広がっているところにも莫大な期間広がっていたのであり、また証拠運動をする大陸が現在横たわっているところには、それらはカンブリア系の最初から横たわっていたこと、しかしこの時期のずっと以前には世界は大きく異なった様相を呈していたこと、そして我々が知っているどんな累草よりも古い累草からなら古い大陸は、 今日編成された状態の断片としてのみ存在するか、あるいは今の体温の下に埋まれて横たわっていることである。これらの困難を通過すれば、古生物学上の他の主要な具体事実は、変異と自然淘汰を通しての変容を伴う継承の理論と見事に一致する。こうして我々は新種がゆっくりと連続的に生じる理由、異なる門の種が必ずしも一緒に、あるいは同じ振度、同じ程度に変化しない理由、しかし結局は全てがある程度の変異を受ける理由、 を理解することができる。旧形態の絶滅は新形態の生成から生じるほとんど不可避の結果である。我々はなぜ種が一度消滅した場合、決して再現しないかを理解することができる。種の群は徐々にその数を増し、そして持続期間は各々同じではない。というのは、専用の過程は必然的にゆっくりであり、また多くの複雑な偶然に依存するからである。大きな優勢な群に属する優勢な種は多くの変容質問を残す傾向があり、 これらの子孫は新しいア軍と軍を形成する。それに伴って活力の少ない軍の種は共通祖先から遺伝した劣等性のために絶滅していく傾向があり、また地球上に変容子孫を残さない傾向がある。しかし、種の全軍の完全な絶滅は特にはゆっくりとした過程であった。それは少数の子孫がほぼ隔離された場所にいつまでもだらだらと製造しているためである。ある軍がひとたび完全に消滅した場合、それは再現しない。 すなわち世代の連結感が破壊されたものである。我々は広く拡散し、変種の最大多数を生じる優勢な形態が世界を類煙の、しかし変容した子孫に満たす傾向を持つ理由を理解することができる。そしてこれらの子孫は一般に生存共闘争において,異なって劣っている軍にとって変わることに成功するであろう。それゆえ長い時間の過激の後には、世界の生物は同時に変化しちゃように見えるのである。 我々は古代と近代の全ての生命形態が全体として少数の大きな門を形成する理由を限解することができる。我々は形質の分岐の絶え間ない傾向からなぜ形態が古いと一般的により多く現存のものと異なるかということ。なぜ古い絶滅した形態はしばしば現存形態の間の空白を、時には以前に別々のものとして分類された二つの群を一つに融合することにより、しかしもっと普通にはそれらを少しばかり接近させることにより、 満たすす傾向をを持つかととというここ理解するるができる形態は古ければ古いほど一層頻繁に現在別位である軍の間のある程度中間の位置に立つ。なぜなら、形態は古ければ古いほどそこから広く,広く分岐してきた軍の共通祖先と一層近い関係にあり、従ってそれと類似しているからである。絶滅形態が現存形態の直接の中間者であることはまれであり、他の絶滅した異なった形態を通しての遠い回り道によって中間者であるに過ぎない。 我々はなぜ密接に連続する類層の生物の遺体が、緊密に類縁であるかを明らかに知ることができる。なぜなら彼らは世代連続によって密接に結びついているからである。我々はなぜ中間の類層の遺体が、形質上中間であるかを明らかに知ることができる。世界の生息物はその歴史,歴史において連続する各時代に、彼らの前任者を生存競争で打ち負かしてしたものであり、 そしてその限りでは序列において一層高い位置を占めており、彼らの構造は一般に一層高度に分化してきている。そしてこのことは生物体を全体として進歩したという多くの古生物学者の持っている共通の信念を説明するものである。絶滅した古代の動物は同じ門に属する、一層近代の動物の肺にある程度まで似ている。そしてこの驚異的な事実は我々の見解に従って簡単に説明できる。 後期の地質自体の間における同一区域内の同型の構造の変遷は神秘でなくなっており遺伝の原則によって理解できるそしてもし地質学的記録が多くの人の信じるように不完全でありそして記録がそれよりずっと不完全であることを証明できないことが少なくとも断言されるならば自然淘汰の理論に対する主要な反論は大きく減少するかあるいは消滅する他方私の見るところでは古生物学の全ての主要法則は明らかに次のことを宣言している すなわち種は子宮形態が変異と適した生存の産物である、新しい改良された生命形態にとって代わられながら、通常の世代連続によって生成されたものである。